皆さんこんばんは。 AKB48 チームメイト広島県代表ののんのんこと奥本ひなです。よろしくお願いします。イエーイ。宮城のたかさんこんばんは。けんあんぱちさんこんばんは。おまえらさんこんばんは。えいなさんののこんばんは。ありがとうございます。お願いします。暑いです。それな。とねやまさんこんばんは。ありがとうございます。こんばんは。今日はですね、告知が755でできませんでした。理由は、ひなのは朝携帯を携帯で音楽を聴きながら髪の毛結んでました。でよっしゃ髪の毛結び終わったと思って、その携帯をポケットに入れたんですよ。そうポケットに入れたの。そしたらちょっと朝急いでて洗濯機ポーンって入れて洗っちゃいました洗っちゃいました、携帯を。キャー。そうってことで今携帯が大変なことになっております携帯を洗ってしまいました。私は朝かの帰ってきたら、ひなちゃんひなちゃん今日さ携帯どこに置いてったの、置いてあったの、どこに置いたって言われて、えどこだっけって言ったら、洗濯機に入れてあったよみたいな。うわーと思って、今ママさんとパパさんが頑張ってくれています大変だ。そうだから振り V も見れないし、あの職員の立ち位置もやばいし、今ちょっとやばい状況でございます。今焦っておりますだからとりあえずあのマネージャーさんとかミスさんに連絡をしてっていう感じですね。まさかの携帯が水没するっていう事件が起きてね、大変だ。グラスの中で目立たないおとなしい君だけど、ちょっと携帯依存になりそうだったから、てか何もなってたからちょうどいいのかな7かな、7ですね。どうせなら8にしてほしい、してほしいとか思ったりして、アホかって言われますね。難しかったり、そう、まさかのタイミングでね、なんでこのタイミングだよねと思いながら、急に入ってますか。でも水没しちゃったらなんかそういうのも聞かないみたいな言ってましたね、インターネットさんが。インターネットちゃん来た。今ねめっちゃこんがらがってたやつを直してんの。来たー。よしよし、いい感じや、いい感じやで、これはいけるで。ウェイウェイ。セブンって言ったらどうせ、いや、あんな洗濯機でガゴン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 って洗ってピーピーってなるじゃないですか。あの洗濯機終わりましたみたいなって感じオーメイグッドフェーゼクオリン、よいしょ。まあ、まさかのね、もうまさかの携帯が沈没するという事態が起きて、ちょっと大変かなそう、でも、前にも一回あったんだよね。ヘロンズママが喧嘩した時に、ママがヘロンの携帯取り上げてからの、取り上げてからの水没させてからの、あのさ、糊とかに入ってるさ、乾燥防止するやつあるじゃないですか。あれでなんとか治ったんですよね。だから今回もそれでできるかなと思いながら、石鹸と水で洗っちゃったから希望はないかなと思いながらも、
希望を捨てずに頑張ります。なんでかっていうと、朝ね使ってたんだよ。朝音楽聴いてて髪の毛結び終わってからよっしゃと思って、で携帯をポケットに入れたんですよ、無意識に、無意識的に。そしたら水没しちゃった。あははは、これ755とかが使えないの今。携帯が治るかさえもわからないっていう事件が起きました。だからでもとりあえず職員に行った時のショールームをどうしようって考えて、前の携帯のあれを使うことになりました。とりあえず見てください、もうちょっとなんだよ、見てもうちょっと、わかる？ちょうど詰め切ったからな。今日ね、学校勉強あるあるネタっていうのを皆さんにね、ちょっと紹介しようと思って。あ、いけた、見て、いけました、天才かよ。もうね、すっげー面白かったの、今日学校で見たんですけど、めちゃめちゃ面白かったんですよ。イエーイ、取れたー、いい感じだ。ということで、これをつけてレベルアップしたいと思います。あれ、どこ行った？レベルアップ。めっちゃ、あのね、学校と勉強あるあるネタをね、披露しようと思います。皆さんにご紹介したいと思います。今日学校で見てめっちゃ爆笑したので。感想めっちゃこっちこっちに絡んでたの、これ。それを頑張って直してましたけど。トゥトゥトゥ、クラスの中で目立たないおとなしい君だけど、僕だけは知ってる、誰よりも可愛いってこと、制服の羽広げ風に乗り込んで来い、この手伸ばして僕が受け止めてあげる、遅刻なんかはさせない、ちゃんと授業に間に合う、君のためだったら力貸すよ、願いは叶うもの、ということでですね、学校あるあるネタ、イエーイ。まあ俳句なんですけど、俳句、こちらは、まあ、雑誌に載ってるやつなんですけどね、結構前やな、5月の雑誌でございます。
言うて前じゃなかった。俳句、勉強もあるあるネタも詰まっています。学校あるあるネタあるある俳句イエーイということで、勉強部門、日常部門、日常部門、恋愛部門、青春部門というのがございます。まあでもほんまに面白いの勉強部門が一番面白いかな、部屋のは、めちゃくちゃ面白いんですよ。あとちなみに今日全然関係ないけど、友達に制服の羽の振り教えてあげてました。ちょん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 、友達も完璧に踊りになってるちょん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 、サイドポニーが自分でできないんですよ、この後ろとか。だからママにサイドポニーをしてもらって三つ編みをここにしました。それでは俳句を紹介していきたいと思います。イエーイ、ふーふー、誰か一緒に盛り上がろうでは参りましょう、勉強部門。じゃん、ロケットで試験のない国行きたいなそれな、試験のない国あんのかな、テストない国ある、なんかどこもありそう続いて、我が子よりよその子褒める父と母。わかりますね、これは、これはわかりますね。だってさ、ひらのがさ、あのよその子と同じことしとってもさ、よその子褒めるもん、なんでやねん。これはもう皆さん絶対共感すると思いますよ。うとうとし寝ぼけて書いた謎の文字毎日やるね、これは。もう数学とか理科とか、これ人の字かなみたいな、これ宇宙人来たんじゃねみたいな字書けますね。続いて、等式は大人になっていつ使う？絶対使わんやろ、もうさ、数学も社会も音楽も、いつ使うん？続いてテスト前、脳弁詐欺に注意せよ。いるね、これはいるね。私全然勉強してないから、今回テストどうしようかなって言ってて言ってたのに、ね、私もやばかったんだよ、今回勉強してないもん、ね、私も勉強してなかった、何点だった、いいやないかいって感じでもよくありますね。続いて、ペンケース中は流行混ざりすぎ。これはもうあのね、はい、これはもう本当にだってね、バットものからオルチャーものからふんわりものから全部詰め込んでるだからなんか求めたいなって自分で思うけど、まとめられないんだよ、だって可愛いから続いて、国語理科数学社会全て無理。この人英語が入ってないから英語は得意なんかな続いて、みんな思う数学の点 P 動くなよ。なんで動くのあれ、もうさ、点 P ってさ、点じゃん、動かなくてよくね、で、ね、思うよね。だって点 P だよ、点ってもう言っちゃってるんだよ、なんで点って動かないでしょ、その場からは。続いて、じゃあらん、授業では時計の針が止まってる。これはもうね、時計の針遅くねみたいな、時計の針電池切れてるみたいな、時計の針なんか
そっちの遅くねみたいな、もうみんな言ってますね、みんな言っております。これはもうね時間が止まったように感じる。で休憩時間超早いっていうね。やったけど家に忘れてきたんです。これはね小学校の時よくやってましたね。忘れ物した人立ってください、宿題やったけど家に忘れました。これは小学校の時めっちゃやってました。部屋の忘れ物女王って呼ばれたの最近してないけどね、はい。続いて勉強をしてるふりして YouTube。 これはママが見てないことを願っていますけど面白いもんしょうがないよね続いてノートのね1ページ負け、うん、ノートのね1ページだけ1ページ目だけ字が綺麗。これはねだってさノートの1ページ目って大体綺麗じゃないですか。どの人を見てもどの人見ても絶対綺麗。もう多分ね部屋の今日新しいノートだったと思ってよし綺麗に書こうと思ってめっちゃ綺麗に書くんですよ。その時はあの謎の文字も書かずに、で次の日からもうっていう感じですね。続いて反抗期、それが過ぎたら半世紀。そうですね、反抗期もう怒られた直後ってもうカーンってなるじゃないですか。でカーンってなってちょっと時間経ってごめんなさいってごめんなさいって気持ちになる。いえいその文字みたいあるかな。でもあの下にカバンがあるから多分ないと思います。ここにはもうこれ字なのみたいな、宇宙人来たんじゃねみたいな字ですね。最後の新品、あそれは隣の男子言ってました。やばいノートのもうなくなってきたって言って、ちょっと見せてよって言って、で最初超綺麗じゃんって言われて、あとの方からがっかりしたから見ない方がいいよって言って、俺なんか俺めっちゃ綺麗だよって言って見せてもらって、何も書いてないやんけみたいな、本当だ綺麗って言って返しました。続いて日常あるある部門、イエーイ。これ部屋ほんまにやるの。お腹鳴り、自分じゃないよと目を閉じる。そう部屋お腹すくんですよ本当に。朝いっぱい食べないとお腹空いちゃうじゃないですか。だからグーってなってってやりますよく私じゃないですってやります。もう8時、その一言で起きました。この場合の7時なんですよ、8時じゃなくて私は7時なんですけど、もう7時よもう7時よって起きます7時はやばいので、7時はやばい。ダイエット、自分に甘く続かない。これはだってさしょうがないよね。1日目は頑張るの、よし今日からダイエット頑張るぞと思って1日目は頑張る。食事いらないいらないいらない、運動してくる。2日目からママお菓子どこなっちゃうよね。これはしょうがない。ああそれな、とにもかくにもああそれなこれはねありますよね、あのみんなに合わせる系女子、ね、ノルマルだよね。あそれな、あノルマルじゃない、あそれな、あそれ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 な、自分の意見は突然に一人が踊るとみんな踊る。これは絶対そうでしょ。チュンチュントゥルントゥルトゥルトゥ、だってトゥートゥーのトゥートゥーって言っただけでみんなやるもん。あと今日はあのバックナンバーさんの幸せだわみたいな曲があるんですけど、それを歌一人が歌ったらみんなで合唱しました。螺旋階段で低浮上、言ってる人ほど即返信。そうこれはもうあの学校の友達とかで あまり返信しませんとか低浮上とか書いてる人にそういえばと思って LINE したらパッ早いなみたいな感じですね。低浮上だないんかい真面目に何もかかマジマンジあマジマンジにあれありますよ。マジマンジ結局意味はわからないそれなマジマンジで結局意味が分かりませんよね。なんか
とにかくまんじって言っとけばなんとかなるんじゃない説があるので、私の学校は。だからそう、リズムがいい、リズムがいいって言うんですね。あのまんじ、あ、まんじまんじまんじみたいな。そう、とにかく分からんよね。あの結局の意味が分からないですね、本当に。結局どういう意味なんだろうっていう感じですね。命かけ守り抜くよ前髪たち、これは本当にそうですよ。だってか、あの向かい風とか、向かいシューって言いますもん、走る時も。でここやってたら前髪ペチャーってなってこうやってます。そう、寒くても意外と余裕、ミニスカート、そう、寒くてもスカートとか短パンとかは余裕だよね。今暑いけど、暑いとでもね、誰なんだよ。女子の武器、鏡と櫛と日焼け止め。これはね、これはね、これはこれはそれそうだ、鏡と櫛と日焼け止めでしょ。あと一歩が、そう、こんな感じかな、日常あるある部門は。あと恋愛部門っていうのがあるんですけど、恋愛部門よくわかんねえな、これ。これはわかる、もう中3、私にモテ期いつ来たの、これはわかるよね。これはわかりますね。いやでもモテ期いつ来たっけみたいな感じです。あ、これは友達がよく言ってます、 LINE 来た、開いてみたらあんたかい。そう、これはね、あの今日も友達に言ったんですけど、なんかさ、めっちゃさ、LINE してからピコンってすぐ来たから、えっと思って見たら全然違う人だったと。やっぱそうなんだみたいな、出ました。男子ども少しは現実見てください。これ映画の時にですね、英語の時にあのトピックっていうのがあるんですけど、先生と1対1で話す時があって、話すんですよ、あのみんなの前でスピーチみたいな。その時にあのピアノの隣の人が、あの有村架純さんがめっちゃ好きなんですよ、隣の人、あの有村架純フェイスビューティフォーみたいな言ってまして、あのピアノにこっそり、なんであのうちのクラスさ、有村架純みたいな人いないのかなみたいな、知らねえよと思いながら、そうだねって言っておきました。続いてまいります。モテる女子、だいたいあざとい、裏やばい。オッケーオッケー、モテる女子、だいたいあざとい、裏やばい。えやん、本当にモテる子ってさ、だいたい性格もいいよね、思います。裏やば、あ、でも、あ、なるほどね。あざとい、あざといってさ、どんな感じなんやろ。あざといって皆さんわかりますか。指さしてあげて。かすみ様、かすみ様、あざといってどんな感じなんやろ。それはちょっとわかりませんね、ヒャノは。てってん、そんな感じかな。続いて青春部門、頑張れの声が私のエネルギー。それはそうだ、皆さんの頑張れっていう、頑張れっていうあれが部屋のエネルギーでございます。あ、あざといが部屋の数、ブリッコいるかな。え、ブリッコってさ、でもさ、ぶりっ子ってでもさ、あれじゃない？かわい、あの、ぶりっ子をね、肩を持つわけじゃないんですけど、可愛く思われたいという努力の空回りだからいいんじゃないですかって思いますけど。そう。でもそうだよね。本当にそうだと思うよ、変は。だからいいと思います。
青春よ忘れられない1ページ大切な仲間は一生忘れない響け声心を一つにハーモニー笑い合い時にぶつけ助け合うもう卒業もっと言っての中学はそれな青春と朝朝と涙が広がってるいつまでも一緒にいたいこのクラスマジ憎み愛してたリアン憎み愛してたぐらいでございますね。皆さん共感した俳句ありました皆さんいやありすぎてね。ドラマとかのご利口なんかあれですよね、あの異性の前ではめっちゃ入ってめっちゃもうえーみたいな感じで、あの女子の前ではもうみたいな感じしてるですよね多分。うん、そんな感じの人のことだと部屋のは認識していますでも部屋の学校部屋のクラスはいないですね。もう2年生あの1年生の時はもうめっちゃいたけどブラモンってもうやばいってことよね。みんなそうそんな感じだと思います。相手も何かこうやってたんですよ。なるほどね。ああ相手を入れ替えたりとかいる人おるな。何の気概もないけどでもしょうがないですよね。もうそうだってねえ、で怖い先生にはねちゃんとね礼儀正しくしないとダメじゃないですか。そんな感じだと思いますなんかあれさ、そうあざでもあざと系女子ってなんか一時期流行ったじゃないですか。ですダメだか行くんだ。あ、それは批判かも。やたらの話に入ってくる人、話にあなるほどね、話に入ってくる人、なるほどなるほど。いけるせいとも言うが確かにね。なんだな平等だよね。そうですね、基本自分で言うのもなんだけど基本平等ですね。先生全員同じタイプ、先生全員同じタイプでね、よし先生の前でピッあいったみたいな変なぐらいそんな感じですよ本当に。階段みんなで協力して部屋のたちが階段であの群がってたら先生来たよオラーって逃げますねやばいって逃げます。先生これえでもピアノはそういうのはしないかな。強い人いないし面白い。皆さんありがとうございます。こんにちはありがとうございます。こんにちはハロージャパン、ハロー。あれあるよね。いろいろあるよね。ハロー。先生怖い？怖い先生もいるかな。怖い先生もいるけど、優しい先生もいる。強さを助け弱気を除くみんな平等だ。隣のスラムとかありますか。ありますよもちろん。で、あたりさんいいよあれあとねひなこさんと京花ちんとかとお揃いもあるしミスターともお揃いもあるよ帽子とかネコ元気さん大迷惑ありがとうございます。ありがとうございます。明日もついやそれな。同級生になってみたい。無理だけど同級生か。同級生になったら部屋のと同級生になったらどんな感じなんだろうね。でも学校体験とか AKB さんのチョコティエイトの企画でしてみたいですね。
一日生徒体験みたいな。そこでもダンシングしてね、持ちもう転びまくってます。あ、そんなガチのじゃないですよ、普通にウェーイみたいな感じで。お疲れ様です。明日朝配信ですよ皆さん。明日朝配信ですけど、多分携帯が使えないので今言っておきます。出口もダンスしてるん？出口ダンス上半身の時かな、あと脳内で。福井の振りを今日やってました、脳内で。ここはこうで、ここはこうでみたいな。あと今日あの前に話したじゃないですか、話したじゃん、覚えてないけど、あれですね、かります皆さん。なんだっけ、忘れちゃったよ。地域貢献で、最近スポーツになったって言ったじゃないですか、この前に。それの今日あのゴルフの練習をしたんですよ、今日運動場で。暑くて溶けるかと思った、なんか溶けるかと思って、しかも全然ね、全然入んないの、あそこのゴールに。だからもう途中からあの女子だけで遊んでました。ボールとあのゴール木なんですけど、あのこういうやつが、それやってました。それのあの誰が一番飛ぶかみたいなやつしてました、女子で。最近いいんで、部屋のほんまにできなすぎて、ずっと砂を削ってました、ゴンゴンゴンって。最終的にあの終わり頃になって、あのコツをつかんで入れてたら片付けが遅くなりました。ユートバイクとゴルフの、ゴルフですね。どんどん、はーい、今日も暑かったですね。それのどんどん、こんばんは。急に何か計画していることありますか？特にないっすね。楽しもうって感じです。あ、違う、それね、そうだね、3連休ですね、3連休。何で行くのですか？イベントだからです。今日までこれよりの個人クリアで言いません。ドライバーとかでやってのドライバー、何それ。福井行ったことある？ない、初めてですよ福井行くの。楽しみだわ。いいね、昔日曜だったの知ってましたか？そうなんだ。でもこんばんは、有田さん、こんばんは、ありがとうございます。こんばんは。海の日ってことはもう海行っていいんだ。海行きたいな、海行きて。やった、暑かった、そう、もう暑くて溶けそうやった。で終わって友達とあの保健室の前の外から保健室行けるんですけど、その階段でずっとこうやって座ってました、ボギーって。それでもでかいから地球打つ、キャキーン。次行きたいわ、それな。でもすぐ行けるから保健室で寝れんの。でもなんかね、平野がこうピンクの紙をなんかもらっていかないといけないんですよ、担任の先生とか授業の先生に。あの何時に教室出ましたみたいな。なんか昔保健室行くって言ってずっとサボってた人がいたっていうのを聞いたんですけど、それがその理由だって聞いた。うん、福井公園に行って、おー、美味しく食べてみたい。今回一番元気で足りなかった、そう、開始10分でなくなったって聞いてました。こうやってメガネ作ってきたらあかんで。メガネ、
インサイドプレーできます。そうですよ、じゃんじゃん、追っていく君を窓から見てた、スカートの裾、スカートの裾、風に振り返す姿にキュンとしてた。パパパ、クラスの中で目立たないおとなしい君だけど、僕だけは知ってる、誰よりも可愛いってこと。制服の羽広げ、風に乗り込んでこい、この手伸ばして僕が受け止めてあげる。アイタイツさん、ハート100個ありがとうございます。スタートの地点は横に並んでいた、同じ世代の同じ夢持つ仲間だった。青空にピストル鳴った瞬間から列は乱れて、誰もが競争し始めた。絆はやがて縦に広がり、順位が生まれてた。咲いてきた高い山登るルート、みんなそれぞれだよ。明日に不実な道を選ぶ人もいる、頂上へ途中で自分が、雨が人の居場所を知って、また頑張ればいい。これのハンバーメカミとか初めて見た。オリジナル、オリジナル、わかんない。歌ってほしい。どうだろうね、まだ何も練習してないな。それはまあ恐るけどそれはまあ恐るけど、私の握手会始まるのかも。お、そうなんだ。来週握手会ありますよ皆さん。21と22で握手会があります。イエーイ、楽しみな人、はーい、人の方が一番楽しみにしておると思います。それミスさんにも言われる。歌詞のうる覚え率半端ない、本当に半端ない。もう流行ってる曲弾いたのがバーン、聞いた通りに歌ってたんですよ。でもそれ知ってんのって一緒に歌ってたら、歌詞違くねみたいな。うる覚えする人ナンバーワンだから、多分ね、エイトの誰よりもうる覚えだと思う。うる覚えパラダイス、別にパラダイスはないけど、パラダイスでございます。パラララパララパン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 パラララトロロトン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 ト。
うろ覚え、うろ覚え、うろ覚えじゃないんだ、うろ覚えなの。ママがやでママメイクしてくれるの。今日はママがサイドポニーをしてくれました。サイドポニーはできないんだよね、一人じゃ。最近結構自分でしたね。そう、聞いた通りの歌います。 CM の歌とかさ、聞くじゃん。最初の雨大丈夫だった？はい、キャラの地域は大丈夫でした。キャラの地域は大丈夫だったけど、他の地域がちょっと心配なのであれですね。あとなんか募金が始まるみたいなので、皆さんぜひぜひ募金してみてください。お願いします。あの赤十字を通ってするやつっぽいので、ありがとうございます。それありがとうございます。他の時の厚星みつ教えてくれ。なんだろう、冷やし中華かな。お名前を武器した、ありがとうございます。なん今日めっちゃラブラップしてますな。どういうことやろ。レベルアップアップアップ。アイタイチさん、ハート500ありがとうございます。ハート500ありがとうございます。アイタイチさん、おめでとう。そうなんですよ、なんか広島が一番多いのかな今のところ。土砂崩れ、山に囲まれてるから土砂崩れがとかが、でも何か書いた？え、そんなに、そんなにっていうか書いてないですね。いつもだーい。何のっていうの？前まだ旦那がひなのんだったんですけど、いるのでのんのんになりました。っていう感じになっておりますね。真っ青な空を見上げて、誰かのこと思ってますか？今すぐに会いたくなった、誰かいるっていいね。幸せなこと見つけた時は君に分けてあげたい。47の素敵なあの街へ歌う歌いながら会いに行こう。大好きな車に乗ってワクワクする分近くなる。会いたいと思ってるのに、ここのところご無沙汰でした。目を閉じて顔が浮かぶ大事な人君だ。悲しいことがあったときには話を聞いてほしい。47の素敵なあの街へ何を話そうかと考えながら、のんびりと景色を眺め、ドキドキするのが楽しくて。北海道、青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島、茨城。茨城茨城茨
1枚ありがとうございます。吉野皆さんありがとう。朝の空を見上げて今日という一日が笑顔でいられるようにそっとお願いした。時には雨も降って涙も溢れるけど思い通りにならない日は明日頑張ろう。ずっと見てる夢は私がもう一人いてやりたいこと好きなように自由にできる夢。人生は紙飛行機願い乗せて飛んでゆくよ。風の中を力の限りただ進むだけ。その距離を競うよりどう飛んだかどこを飛んだのかそれが一番大切なんだ。さあ心のままに365日。はい、それではランキング発表したいと思います。13位キョロさんありがとうございます。12位ラミオくんありがとうございます。11位ファンファンさんありがとうございます。12位発展堂ロールプラスターさんありがとうございます。9位コージさんありがとうございます。8位ピンクメアさんありがとうございます。7位ハコちゃんさんありがとうございます。6位グソコミさんありがとうございます。5位アイタイさんありがとうございます。6位こちら4位おとうちゃんさんありがとうございます。5位アイタイさんありがとうございます。4位おとうちゃんさんありがとうございます。3位宮城のさんありがとうございます。2位36さんありがとうございます。そして1位はケンオンパチさんですありがとうございます。ケンオンパチさんありがとうございます。4月13日4月13日の1個目はケンオンパチさんです。ありがとうございます。ケンオンパチさんありがとうございます。4月13日の1個目はケンオンパチさんです。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、それではキャッチフレーズをしたいと思います。ヒャノがもっともっとって言ったら奥もっとって言ってください。いきますよ。もっともっと奥もっと。ありがとうございます。笑顔と元気を届けます。広島県から来ました14歳、どんなこと奥もとヒャノです。よろしくお願いします。えい、皆さん、ありがとうございます。はい、それでは皆さん今日も見てくださってありがとうございました。明日は多分朝6時からの配信だと思いますので皆さんぜひぜひウォッチングプリーズです。よろしくお願いします。ありがとうございました。バイバーイ。6時から出ました。3、2、1、0、アデュー。バイバーイ。